レイチェルの神様は覇権争いは貴様に軍配が上がった。しかし見せてやろう、鉄火だ。純粋な力のみが成立させる真実よ、世界を。チャドカ、ライドに行って車を用意させろ。すぐに呼びに行ってくれ。時間がねえ、大至急だ。バエルを操るマクギリス・ファイエルこそが唯一絶対の力を持ち、その頂点に立つ。席次も思想も関係なく従わねばならないのだ。ごちゃごちゃうるさいよ。バエルを持つ私の言葉に背くとは、愚かにも程がある。ここで全部終わらせる。ミカ！大丈夫。やはり簡単にはいかないか。おい、チョコレートの人は、見せてみろよお前の力。イカれているな、三日月。お前にだけは言われたくないよ。チョコレートの人は、俺の行く手を阻むのならば今度こそ殺してやろう。こういう相手は相性が悪い。あっけないものだな、三日月オーガス。オーガスの本性か。そうだ、もっとお前の力を見せろ。邪魔だなあんた。弾薬を惜しむな。鉄火弾が走り続けた道の果てが、明かりが見えてんだ。マクギリス・パリドとバイン、やれば俺たちの未来は変わる。これで最後だ。そっから先は女だろうが金だろうが思うがままだ。お前が力を見せることで俺の正しさはさらに証明される。イライラする。言ってくれるな。俺の勝ちだ。あぶねえなあ。こんなもんかよ、お前の力は。ミカ！お、どうした？どっか痛めたのか？いや、なんか腹減った。バカ野郎が。